ミルロックはアメリカ合衆国ニューヨーク市のマンハッタン島とクイーンズの間に位置する島である。島はマンハッタンの東96丁目から1000フィート、ハーレム川とイースト川が合流するワーズ島の南に位置する。ニューヨーク郡に位置し、ブロック番号9000、国勢統計区238となっている。面積は16,173平方メートルである。 島の周辺の水域は狭くなっており、船の通行が難しく、ヘルゲートと呼ばれる。1701年に、ジョン・マーシュが、後の島名となった、製粉所を建設した。その後、サンディ・ギブソンが経営する農場となった。当時、ミルロックは、グレート・ミルロックとリトル・ミルロックの二つの島に分かれていた。米英戦争時には、陸軍省が、グレート・ ミルロックに2頭の大砲を設置し、島はアメリカ軍の要塞として使われた。この要塞はニューヨーク港を防御し、ロングアイランド湾を航行する船を英国艦隊から保護するための要塞軍の一つだった。1885年、アメリカ陸軍工兵司令部は、グレートミルロックとリトルミルロックの隣のフラットロックの上で30万ポンドの爆発物を爆破した。これは、 イースト川の高校にとって最も危険な障害であった、この岩礁を破壊するためであった。この爆発はニューヨーク市の歴史においても最大規模でニュージャージー州のプリンストンでも感じられた。1890年、フラット島の破壊で生じた残骸は、グレート・ミルロックとリトル・ミルロックの間の水域を埋め立てるのに用いられ、ミルロックは一つの島となった。 ミルロックパークは、島内の3エーカーの公園である。ニューヨーク市が所有し、ニューヨーク市パークレクリエーション部が管理している。少数の短い木が生息している。島の南岸にはドックがあるが、公開イベントがあった1960年代以来、一般公開がされていない。島は、マンハッタンとクイーンズの間に位置するため、ミッドタウンのビルを眺められるスポットとして知られる。 トライボローバシやクイーンズボロ橋からも見ることができる。島での今後の計画は現在ない。ありがとうございます。